土曜日って何日でした？土曜日って何日？土曜日は7日です。7日か、はい、よくよまさにあれです。忘年会はい、こんにちは。アンサーの時間です。12月7日土曜日、私原が進行していきます。よろしくお願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmgino1.com、 または FM ギノワンではツイキャスと YouTube での映像と音声のネット配信をしています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらの方もお楽しみください。 Twitter の方も連動していますので、たくさんツイートしてください。この番組の内容は子育てのお悩みや、まあそうですね、世間のこうお話をですね、みんなで話していこうという内容です。できればですね、皆さんのちょっとした疑問とかがありましたら、そちらの方を自分なりに調べてですね、お話もしたいので、どうぞメールの方をお待ちしております。はい、もう12月も入りまして、7日1週間が終わりました。もう再来週じゃなくて、もうそうですね、再来週にはもうクリスマスパーティーが始まりそうですね。もう早いですね、もう年末です。皆さん年末お仕事大丈夫ですかね。まあ今月もう踏ん張って終わる仕事も終わらせないといけないですね。はい、ということで今週はですね、ちょっと早いんですけど、クリスマス冬の、お話をしていきたいと思います。まず絵本ですね。ちょっと今週の方、絵本の方をちょっと紹介していきたいと思います。クリスマスって言ったね、サンタさんの絵本が多いとは思うんですけど、今回のテーマでですね、冬ということで、ちょっとかさじ像っていうちょっと絵本を借りてきました。ね、冬ということでね、多分皆さん見たことある絵本とは思うんですけど、今回借りてきたものはですね、ちょっと長めですね、文章もとても多いんですけど、味のある絵の絵本ですね。作者がセタサタジさんですね。赤羽よし吉絵ですね。これ古いですね。1961年発行、子どもの友発行の絵本ですね。とても味のある絵本で、ちょっと読んでみたんですけどね、日本昔話に出てくるような絵本が、絵が描かれています。文章の内容としてはですね、省略されているのもあるとは思うんですけど、これの場合には、基本的には省略されてはいないですね。見る内容としては、そうですね、下は幼稚園から、小学校の、もしかしたら高学年までは見れるかもしれません。うん、で、なかなか見こたえのあるものですね。書かれてますね。4歳から小学校初級向きと書かれています。でもこの内容でしたら、もう6年生でもね、読書が苦手な子でも十分見れる内容ではありますよ。はい。内容を喋ろうと思っても、大体かさじ像の内容はわかりますよね。じゃあちょっと読まないではおくんですけどね。はい。で、まず1冊目ですね。3冊用意しましたので、あと1冊用意、紹介しようと思うんですけど、その前に1曲。ちょっと早いですけどね、沖縄のホームソング6からですね、1番にあります。星のクリスマス、大城クラウディアですね。お願いします。これが一番好きです。
ス様が生まれた日なんで。ああ。そう、キリスト教ね。私も、私あれです、キリスト学卒業なので一応、なんか、そういうのやるんだろうなっていうのは。でもクリスチャンではない。クリスチャンではない。けど母はクリスチャンです。たまにめんどくさい。でも、強要されてるあれではないので、一応。僕20代の時に強要されてる、聖書読まされてる。あなんか聖書読むのは楽しいですけど、めっちゃ面白い。でも、それなんかその教えをじゃあ高校とか言われたら、自分がプレゼントになっちゃう。ちょっとした立ってるみたいな。あなたの笑顔みんなを見る、読むのは楽しい。意味はどうかって言われたら知らない。あ、じゃあなんか礼拝とかするんですか？クリスマス礼拝とか。何よりも NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。軽自動車の時代、ゲーガマンドイビンド、長浜モーター、鈴木の新型ソリオフカ、ゲーガヤーシャイビンド、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。0120-49-7755 ムービング沖縄で検索。はい、シーム明けのアンサーです。私原が進行しています。はい、1曲目ですね、星のクリスマスでした。ではですね、次絵本なんですけど、これはですね、ちょっと冬とはちょっと関係はないんですけどね、内容的にはなんて書かれてるのかね、書かれてないですね。小さい子でも見える、まあ目で見る絵本ですかね。猫の絵本、妹陽子、2匹の猫が寝ている絵なんですけどね、多分こちらの方はまあ一番目のつくものだと思うんですけど、この猫のですね仕草を書かれているものですね。これがまあ何ページですかね、 10ページちょっと超えるかな、20あるかな、そのぐらいなんですけど、まあとても可愛い絵でですね、まあ小さい子でも視覚的にはとてもいい絵かなとは思います。まあ一部を読んでみると、遊ぶって言ってね、小さい子猫が2匹ずつ遊んでいる。で、じゃれる。まあまあ、その通りじゃれてるんですけどね。ペロペロお手入れて本当に舐めていて、仲良くすやすやって添い寝をしている。で、お母さん、お母さんって言ったら甘えているっていう絵本ですね。まあ、どちらかというと絵本の、
まあ初級編ではありますね。小さい子向きだと思います。まあこの絵本だとそうですね、この親子の話も結構広がりそうだなっていう感じは感じました。で、次がですね、栗と蔵の大掃除。まあこれを選んだのはですね、まあ、大掃除といえば年末ということで選んでみました。まあ冬でもあるし年末でもあるというものですね。まあ、作者の方は皆さん分かりますよね。中川理恵子と 山脇百合子っていう方があります。このグリとグラシリーズはですね、たくさんありますよね。10作以上あるのかな、シリーズとしては。まあ自分も全部は見たことはないんですけど、まあでもグリとグラの大掃除とか、ああいうのこういうお題とかはあまり、まあ、大きい図書館ならあると思うんですけど置いてあるところはとても少ないのかなと思います。まあ、内容はその名の通り、この片付けてはいるんですけど、まあそれがですね、まあその通りネズミの子供なので、何をしてるかわからないで、わからなく、まああれをつけたりこれをつけたり、まあこの例えばですね、内容的にはなんか洋服が出てきたので冬物、まあこれを出そう、でもつけてみよう、破れているけどどうだろう、履いてみよう、見て履いていたらね遊びたくなりまして、で今度は雪に出てくると、雪で遊んでいると、で遊んでいると今度は他のお友達も来まして、大掃除してるのって、綺麗になってるところ見てみたいと言ったら、まあこの友達が入ってくるという内容ではあるんですけど、まあ結局はですね、部屋が綺麗になっている、でも遊んでいるという、とても面白い内容でございます。はい。でこのグリとクラの絵もいいですよね。なんかサザエさんみたいな感じの絵でね、なんかうまいのか下手なのかちょっとわからない、この中間のこの味のある絵っていうのは、まあ自分も好きではございます。まあ大人でも好きな方はいますよね。でこのグリとクラこのシリーズが出たのが、まあ、早いですね。2002年1日に発行されているので、多分初めが発行されたのは1990年代かな。だとすると今の20代後半30代の方が、まあ、大好きな絵本だと思います。まあ小さなお子さんがいる世帯ですね。まあその方、まあ子供たちと一緒に見るのも楽しいかなとは思いました。はい。で絵本のコーナーが終わりまして、次の曲いきましょうかね。次はちょっと違うコーナーをお話をしたいので、同じく沖縄のホームソング6からですね、2番クガノアグア、こちら美佐子さんですね、お願いします。出たよ。赤
はい、何でしたっけね、久我の顎は小茶美佐子さんでした。アンサー原が進行しています。よろしくお願いします。では月の話題なんですけど、絵本とは全く違いますね。沖縄のちょっとお話をしたいと思います。沖縄ですね、まあ、知っている通り今は沖縄県ですけど、昔は琉球と呼ばれていました。どうしてこの琉球から沖縄になったかっていうのですね、ちょっとお話ししたいと思います。まあ、きっかけといえばですね、日中戦争がとても関わっているそうです。この変わるこの要所要所の方で日中戦争の方がですね、まあ分かると、まあ、日中戦争というのは、第一次世界大戦のことかな、まあ、その時くらいに起きたものですね。でそれから第二次世界大戦に移ってはいくんですけど、ですね、1937年に始まった日本の中華民国への侵略、大日本帝国ですね、明治時代ですかね、その時に始まった戦争です。まあ、真珠湾も、まあ、そのうちに入るとは思いますかね。で、この日中戦争の方で、まあ、一つのきっかけになったというのが、この琉球は日本のものか中国のものか、中国っていうか朝鮮のものかというふうに、まあ、取り合いではないですけど、まあ、主張があったみたいですね。でこの戦争、まあでもこの時にはこの琉球の方はこの、まあ、大和よりこの中国朝鮮の方が中心だったので、そちらの方に従ってはいたらしいんですけど、この戦争の方でですね、まあ、日本が勝ちまして、これは日本のところだということで薩摩藩にこの琉球を統治しなさいというふうになったみたいですね。だからまあ九州みたいになりますね。でも今でも与那国島とかの下ら辺は、まあ、まあ本土よりかはこの下の国、台湾じゃなくてあっちなんだったかね、ベトナムとかなんかああいう感じの、国の方となんか交流はとても濃いとは聞いたことはあります。船ですぐ行けるみたいですね。波照間島とか書かれてますね。で、この琉球藩になるんですけど、最初にですね、この島津藩が琉球を支配していた。でこの琉球が制圧されたのか2日ぐらいだったかな。その時にはもう琉球の方はですね、正真王でした、誰だったかな、初めて沖縄を統治した方がですね、これは武力ではダメだということで、この頭を使って外国と交流しようということで、この武力の方はどんどんなくなっていったと聞いたことはあります。でもどっちかというと頭の方で、まあ、いい関係を取ってはいたんですけど、まあ、そこから日本が
取ることになりまして、まあそれでもまあ沖縄の人頭はいいので、まあそれなりには付き合っていたみたいですね。まあだけど日本は日本大和なので、もうこの王様は、琉球の王様は、一回はこの一番偉い人に会いに行きなさいとか、まあ、言われていたみたいです。で、まあそうですね、皆さんもよくわかるようにペリーも、まあ、一番日本に来た時にはどこに寄ったかって言ったら、補給のために琉球に寄ったというのはとても有名な話ですね。でペリーを首里城の方で熱く招いたという話も歴史の中では、まあ、とても有名な話ではあります。すごいですね。まあ誰か知らん中が来てもね、まあ普通にどうぞどうぞとやるっていうのはとても偉いなとは思います。でまあそれなりにやってはいくんですけど、まあそれからですね、廃藩置県、薩摩がこの何ですかね、この琉球を統治して、もうすぐなんですけど廃藩置県というのがありまして、琉球藩っていうのをやめなさい、沖縄県にしなさい、もうこの時点でも琉球王朝っていうのはなくなります。で琉球王朝の一番上の方はですね、日本に本土の東京の方に移動するっていう話になるんですけど、まあ、今でも正家の血筋は東京ですよね。東京の方に住んではいます。まあこの明治、この廃藩置県がきっかけで、この最後の少年王っていうのかな、か、昭親王ですね、昭親王がいて、それからずっと正家は東京に住んでるという流れみたいではありますね。まあすごいですよね。今でもこの墓参りってとてもとでかいですけどね。でそれからも沖縄県っていうことになったっていう話があります。でも沖縄にはね、何ですかね、この自分たちの強い意志がありますので、まあ、いつも、まあ、よく話していますか、どこ出身ですかと外国人に言われた、沖縄です、日本ですとは絶対言わない、いや言う人を言う思うんですけど、ほとんどは沖縄ですという。自分も内地に行った時は、え、日本って言わないのって、沖縄から生まれた沖縄じゃないのっていう、まあ、こういう意識っていうのはやっぱり強いのかなとは思います。でも一番最後にですね、ちょっと悲しいものもあります。アイヌの人と沖縄の琉球人っていうのはですね、万博、当時の万博の方でですね、本当に屈辱的に、ガラスの部屋に座らせて見物人の、的になっていたそうです。パリ万博だったかな。で琉球人、アイヌ人はこういう人ですよと、今考えたら人道的にはダメですよね。でもあの時はとてもなんか普通だったみたいです。まあ、とても悲しい道は辿ってるんですけどね。まあでも沖縄の人は我流ですから、はい、このぐらいでは負けませんね。では今週の放送も終わりです。さあクリスマスもどんどん近くなっていきますね。来週ぐらいクリスマスソングをちょっと考えてみようかなとは思います。では今週のアンサーの放送も終わります。私原が進行していきました。まあ、クリスマスに向けて皆さんお仕事も体調も整えてください。ではまた来週、さようなら。あのさ、このぐらい近いけど、はい、これ時間内で終わらせる。あ、時間内。